料理ですよ。役所も噛まれないように寝てあんただろみたいなね。この前はどうせ夜道には気をつけてる。ただヤクさんもただの酔っ払いなんて。ヤクさん寝ないでね、道路で。ヤクさんただの酔っ払い。最高。これ勝ったら優勝。これ勝ったら優勝。ラスト。そう、ちなみにうちろの2人候補いたんですけど、ブラボーめっちゃ振ってたんですけど、出番がない後ろの2人がめっちゃブラボー振ってるんですけど、これ東京勝ったらオペチさん屋久島旅行ですよ。ああそうそう、あっちが進呈してくれるんですよ。あ、そうそうそう、ヤクさんが招待してちゃんとガイドもちゃんとついてくるんで、屋久島ガイドがついてくる。屋久島ガイドってちなみに僕さっきブラボー300個振りました。確かにすげえ。だってレビンマッシュ、レビンああもうレビン頼むじゃん。これレビン、これレビン。あ、ヤクさん了解やって。これ勝ったら、これ勝ったらオペツさん屋久島旅行、屋久島旅行かかった。屋久島旅行かかってる。嫁と子供がいるそうですけど。そうですよ、もちろんもちろん家族ですよ。ワンチャン旅行してて足覚えてないっていう。まあそんなことないですね。それは仕方ないです。だから残ってるからね。噛むのは OK ですみたいな。噛まれます。確実に。いや一回だけだったら。いやまあまあガチで噛んできます。痛いですよ。血出てますから。まあまあ痛いですよ。出血してる人多数ですからね。ヘッドロックもつけます。ヘッドロックにされたらバケさんと TK さんだっけ。TK さんどこにいるんですか。箱根。今箱根もうなんか面倒くさいやつやんないみたいな。 TK さんとはどれがしたいですね。あの技術を盗みたいですよ。パッドの人たちあれだよね。バケさん、いや井川いいな、井川強いな、欲しいなあ。ヤクさんじゃあ2月やりましょうね。強いっすね。でも結構僕井川好きです。井川強いです。ゴルコンで抜けるんで。あ、そういう意味ね。そうそう。パスが多いですよね。井川も完走しました。そうそうそう。井川は結構狙ってきます。自分は確かにパスカット弱すぎて、はい、自分はただ今日見てると言うて活躍してますよ。言うてだいぶ活躍してる。逃げる。井川にエスパスが来たらあれですね、キエディにくらい強いですね。これはやばい。ああ低い。やばい、一番嫌なやつが来た。確かに。ただこっちはおっいや全力は勝負ですね、これは。今日関東勢、本当全力恵まれてないんで、確かに、ここはちょっと、確かに今日二軸り見ないですね、こっちはね、でも言ったら、ヤースさん単体ですよね、ヤースさんの虹がやばいっていう、あ、ヤースさんの虹返し、これ止めるでしょ、最大のピッチを虹で返していく。ここ一番強い。ここ一番が強い。よし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 。ヒューガ師匠。うまい。ああ、これはしょうがない。これはしょうがない。伊沢出た。伊沢が強いのが伊沢いるだけで OK だから。あるんじゃないこれ。全力ですもんね。クリティカルの修正しました。運営と。ヤクさん面白い。これはでもどりかな。今トリンジェ？ああ、マスターだからね。マスターは中央エリアだからな。今中央じゃないでしょ。あ、今中央入ってなかった。あ、エリア内だった。守備がない。99、向こうは全力使えます。みんな強えな、みんなブラボーすげえな。来た、チャンスこれはただ何とも言えないゴールデン A。 いやでもこれはもう行くしかないでしょ。ジトは抜けるんじゃないかな。赤いがちなみにレオーネさんのジトめっちゃ面白くて全部 S 技しかないっていう。はい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 。マジっすか。こんな感じ。いや今回のジトが取れたら全部技一緒にするんですけど。次どうなってるかわかんない。次がわかんない。時間切れで次どうなってるのかわからない。よしよし。おお。いいね。ロベルトか。今ね、やっぱどこ翼でも伊沢来るよ。押してますよ。押してる感じはしますね。すごい面白いのが、ヒューさんが今ちょうどそういえばツイッターに「いいね」を押してくれたんですけど、自分がヤクさんに「ヤクさん覚悟」っていうツイッターを送ったんだけど、俺まだ出てないっていう。一回も何にもしてない。ただ配信しかない。いやーでもすごいね。ちょっとオペチフィーバー来るねこれ。いやー、今日でオペさん多分あれです、トレンド入りします。こんな急トレンド入りします。何って笑。オペさんが今日来なかったら明日から顔見るっていう。ああ。あゆってぃさんいる。あゆってぃさんいる。別にオペさん今うちそっぱ足りないんでゴルコンに来てもいいです。お茶漬け食べてた。ヤクさんお茶漬け食べてた。役者よくわからん。すごいさあ後半レオネさんね、美咲が怖いんで止まんないからねあれは。これどうなの？あー、猛虎タックルワンチャン。うわー来た、来る、狩られるかも。うわー危ねー。やばい。ごめんか、無理だな。翼がいける。翼かなんてですかね。自分だったら翼に行っちゃいますねここは。翼ワンツー。うん、翼石崎マッチのワンツーにしかいます。そっち、お、これでも井川寄るよね。井川とは寄るよね。井川早っ。ただミラクルが77なので。ここはちょっと特性の。ああ、厳しいかも。おお。弾いていく。やばいな。上がってるね。うわー、だからね。あーうまいわー。やばい、ヒューガが伊賀はスタミナがない。これが一番怖かった。あでもまだゴルコンで助かったかもしれない。今ヒューガで伊賀は行かれたら行かれてたんですけど。ただレオーネさんも浮き玉ないんですよ確か。うまい。あれこれうまいぞ。あーうまい。あ、じゃあ上高浮きだけあった。でもこれ切れてますよね。切れてる。全力が切れてる。いやこっちが溜まりましたって。お。これは取れちゃうね。これは全力なしのヒューガは取れちゃう。いいよ。止めていく、止めていく。今日すごいね、全部の試合が、全部の試合がすごい。ここ入りよし、続いてこう。いや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 、どうかな。どうなんですかね。相手の全力具合は。相手のまだ。いやまだだけど今何分？22分だ。もう一回全力溜まります。40分くらいに。おー、抜いていく。よしよし、ここ1点でしょ。ヤクさん、これはやばい。あ、ピョンできる。ピョンできる、ピョンできる。ピョン。きたきた。オッケーオッケー、まあ銀でも銀でもこれいったでしょ。てかオペちゃん強っ。強いし。うわ。うわー、止めていく。しかも神技、神技。はじく。はじくやった。汗のやつ。もう一回いける、もう一回いける。今汗だったよ絶対。いや今のシューターに来ればもう1点だった。ここは。いやだからね、ショックなのが翼と幻いたら成り立つ気がし。これチョンでもうチョンでワンツーシュートが基本ですよね今ね。翼ですか。ここは。いやー、赤糸マッチでいいんじゃないですか。赤糸マッチで。ちょっと信じます。まだ全力が残ってれば、あ、残ってるんでいけますね。はい。で、あと20金以上でワンチャンを狙うパターンです。これは取れないですね。自分もアグレッシブ普段取れない。全力も十分あるはずなんで。翼今いけたね。銀か。あ、スタミナがラストですね。さあどう、ゼロ距離。ああ強い、孫林強い、やっぱり強いわ。ナッツやばい、ナッツカウンターがある。いやこれやばい、スタミナがない。スタミナがしかも向こう全力尽くしちゃう。ああ打たれますね、全力で。うん、難しいっすね。やばいね。多分全力がつくと思うんですよ。だから全力つかない。あ、浮き玉持ってんの。ミスった。え、何？フライングドライブ。フライングドライブパスしかできない。まあまあまだ余裕ある。もうできないはずです。ああ、来たね。いや、430。やばいね。これは移動しかない。でもパーフェクトの方が確か上ですよね。ああ。浮き玉得意があるんでね。素晴らしい、頑張った。即え、力だけで。力、今力の。え、力に。おべさん、ありがとうしてください。ありがとうしてください。はい、すみません、レオさんはちょっとありがとうしたんで。さあ、じゃあ、対称性。あっちから誰か引っ張ってきますか。行く。いや、まさか。負けた。